選別してカーブしておく。あ、本当に。いつもの。 じゃあこういう、ね、これ全部って結構いるよ。うまくなんてみんなだね。
五箱以上あるの。便利に買いです。Depends on the price。お値段によってなんだけど、いくらになります。持ってみないとちょっとわからんけど。もしかしてそれは普及だったんじゃないのかって言ってくれてるんで、これはどれよっけ、ロブだ、ああ、違う、これじゃない、うん、それは、ああ、話したら、うん、これは去年の残りのやつを、うん、ロブさんは、うん、でかいやつを、うん、20キロでいかないか、20キロでいかないか、15リッター、22、3キロだね、3キロだね。金継ぎの模様にいたんだけどね。どれですか？一番？ああ、いや、それ、ね、Not best one？ ベストワンどれかな。いたんだけどね。見えないなって感じ。どうしてもらってありがとうございます。それも影白釣りだよ。コーナー。影白釣り。影白釣り。あれもうちょっと大きくなると網目が出てくる。これ影白釣り。うん、こういうのがなるんだけど、今はこんな感じよ。まあ朝日ショーはね、こういう感じ。これがあのあれなんだけど、全部が全部、いやあるけど、全部が全部なるとはない。まあでもこういうのは。難しいな。でも春になるとね、結構きれいそうなのもいるんだけど、今まだ、いやいや、この中からそういうのが出るから、影白の中に混ざってるから、もうそういうあれになるんだけどね。これもだけど、これはもう背中日があるやつだね。あとは時代が浅木になればいいし、ならんのも中にある。もう2年ぐらい買わないと分かんない。え、これああいうあのロブさんが買ったああいうみたいになるの。Oh.